もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは、間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。世界はそんなひどい目に遭ってるんですか？はい、世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。この街を人造人間たちに破壊させはしない。よかった、弱そうな敵だ。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん、本当にタイムマシンだ。あ、ブルマさん来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。じゃあ、俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに2つとも同じもののようですね。
でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは分かりません。ですが、このタイムマシンの中に。これ、何かの卵よね。一体何が。おかしいのは、この卵だけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が。何の。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。マシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。正直言って嫌な予感する。はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。分かりました。一体何がどうなっているんだ。分からない。